魅力って何ですか？何やろうね。もう僕は2004年に初めて見た時に欲しいなって迷った人間なんで、買ってみたい。いろいろその時から情報なかったんで、自分がいろいろ飼育していろんなことをテストして一回やってみたいと思ってチャレンジしよう思って一匹目買いました。与えるわけでしょ。その分いろんなもの見れないじゃないですか、この子ら。だからそういうなんていうかな、そういう環境を作っていくのがもうすごい難しいというか、好きやったらいろいろやってる人もいてるわけじゃないですか。だから飼い方やと思います。難しいですけど、もう飼うのはまあどこまで熱意持てるかですよね。さっきね、なんか聞いてくれてはった人はペアで子供を産みました言ってはったんで、例えばどんな状況になってもなんていうかな、人を襲うようになっても環境を与えられるんやったらいいと思いますし、よくあるパターンなんですけどね、この子らでもよくあるんですよ。急に人を襲うようになってから放し飼いにしてたんが急にグレムリンに似てる。そやで、水かけてもポンポン増えそうでしょ。でも怒ってる時ってグレムリンまんまやけどね。俺も毛づくろいさして、え、いいたいたいたあかんの、まあも触らして、まあも触らして。ほんでキラ君触っても、なんでお前が怒んねんこら。なキラ君触っても怒らへんやろ、まあもは。あかんの。はい、嫉妬心です。これが嫉妬心です。今実演したでしょ。いるやろって2匹目買いました。大変でした。そうそうそう、日本はペット大国、その割にね、今日もねそのニュースやってましたね、杉本彩さんの犬の虐待とかね。もう法律がちょっと甘いですよね。だから海外では猿飼ったらダメな国が多いはずなんですよ。日本はないでしょ。あとね、